OK。さあ、今日は、さ、まあ、あれだよ。うん。伝説のポケモンを仲間にするという作業が今から発生しましゅ。なんか知らないけどね、その3匹の、ファイヤー、フリーザー、サンダーの3匹をね、仲間にすると、なんか、ダンジョンが出るらしいんですよ。そのダンジョンを進めていくと、なんか気持ちよくなれるっていう、そういうところでございますので。ね。こんな感じです。よいしょ。不思議罠にはまだできへんな。とりあえず、ピカダラと、二人で、行こうかな。リスナーもいる？リスナーあんま強くねえからな。とりあえず連れて行ってやるか、リスナーどうした？今気分はどうや？悩み事を抱えていたようだが、それも解決。またな！お前、いつでも悩んでるな。どうしたん？ねえ、自己解決か？お前ら。なあ？水くせえな、おめえも。俺に相談しろや。悩んでたら、一緒に悩んでやるよ。友達だろ、俺たち。まったく。な、みんなもな、ちゃんと、そんな気にせず、ちゃんと俺に相談しや、みんな。な。だいたら、お前は最高だぜ、ってな。照れるわ。よし。お前がメンバー入れてくれへんから悩んでたんやぞって。俺のせいにする？そうやってすぐ人のせいにするねんからみんな。さあ、とりあえず、伝説のポケモン3匹を、仲間にしに行きたいと思います。はい。で、まず、雷鳴の山ですね。雷鳴の山こちらですね。こちらに今から行こうと思います。行ってきます。さあ、ここの山の山頂に、サンダーさんが、いる、みたいですので。まあ、サンダーは、ぶっちゃけクソ弱い。うん。もう、ぶっちゃけなくても弱い。それはもう皆さんもわかっていると思います。ね。ポケモンで対戦すると、なんやろ。ね、なんか、なんとかメット被って、うざいサンダー、ね、毒毒とか打ってくるうざいサンダーではないです、これは。うん、普通のサンダーですのでね、ワンパンで仕留めてやりましょう。俺結構強いからな、みんな。よいしょ。サンダー以外タイプ終わってるよな。もう全部厳しいで。ラクライさん。電磁波麻痺。避けた。さすが俺。だいたい強いの。俺強いよ、相当。まあ、今となってはそう、余裕のダンジョンですのでね、サクッと攻略しましょう。でもなんか、前回ぐらいからなんか俺のね、運が悪くなったのか知らないんですけど、なかなかね、一発で階段を積もらなくなってきたんですよね、ほんと。よいしょ。今まではね、あ、また階段ここね、オッケー、降りるわ、みたいな感じだったんだけど。このゲームだったらフリーザが強い。あ、そうなの？フリーザさん？ねえ、私の戦闘力は53万とかいう人？ねえ、確かに強いぞ。よいしょ。なんかもう、ピジョンちゃーん。ピジョンちゃん、ナイス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 。やったら運悪いだろ。いや、俺運いいよ、相当。宝くじ買ったらもう、全部当たる気する。代わりに買ったろか？うん。じゃあみんなあれやで、俺に、宝くじ代を、一人1万円徴収な、みんな。やば。徴収しすぎちゃった。ね。あ、でも全部外れちゃうかもしれんけど。よし。アブソルって結構迷子になるけど強い。アブソルは、まあいいやつだよ。名前がちょっとリスナーだけど。フリーザは部屋全体の技を使う。なるほどね。そりゃ強いわ。ゼンちゃんでしょ？部屋ゼンちゃんでしょ？よいしょ。わー、レッドビームブー。さすがリスナー。やるじゃねえか。当たらなかったら倍で返してね。積みたけ、それおかしくない？よし。何回まであったっけこの雷鳴って。10回ぐらい ?15 回ぐらいかな。まあ別に、ねえ、ミスる気はしないんだけど、めんどくさいだけなんだよね、ここ。スクラッチで3000円当たったって。すごい。俺ああいうの当たらんねんけど、ほんと。運がいいって言いつつも。最高で、うん、俺も3000円ぐらいだわ。宝くじ。ねえ。これまでにね、5万近く買ってるけど、よいしょ、買ったことあるけどさ、宝くじって。よいしょ。うわっ、やばいやつ。
あの、当たらんよな。うわ、ピジョンのやられモーションすげえなかった、今。何今の。1万当たったことある、いいな。競馬とか、俺、競馬はやんないな。競馬とかパチンコとかスロットとか、俺、そういうのダメなんよ、ほんと。ねえ。ちょっと、無理ですよ、ってなっちゃう。よいしょ。別にやってる人がどうかとは思えへんけどさ、やって当たったらおごってっていうだけやからさ。いや、ほんとさ、パチンコとかやってる人たちって めっちゃおごってくれるよな、ほんと。ありがとうな、いつも。ほんと。よし。うわ、こいつ、避けたな。ほら、コミ入る、ありがとう。全然当たらねえけど、この攻撃。よいしょ。よし。まあ、でも、なんか、ああいうのって、ギャンブルは当たれば、なんか、数千円で、10万とか返ってきたりとか、ね、10万返ってきたりするけど、ね、なんか、破滅しそうやん、そんな自分の人生。俺、怖いから無理や。宝くじは、番号当たったけど、組だけ違ったことある。組違いでなんかなかったっけ？どうなの？宝くじの仕様がわからん、俺。よいしょ。階段ないぞー。よし。オッケー。ふぅ。宝くじは、何？隕石がやばくなるより確率低い。まあ、交通事故よりも宝くじ当たる方が、ね、確率低いんかな。よいしょ。お、いいぞー。ギャンブル好きな夜、ギャンブル嫌いやと言ってるやろ。ダメでしょ。俺、めっちゃまとめやからみんな。俺、みんな思ってる以上にまともな人間やで。酒も、タバコも、ギャンブルも、すべてお断り。趣味はただゲームのみ。ただそのゲームが狂ったようにするっていう。いい？みんな。な？俺みたいなまともな男おらんで、そう。よし。まっとうやわ、ほんと。まっとうクジラやな。惜しい人間だな、で。どういうことや、惜しい人間で。酒は飲めないだけだろって。いや、バレちったか、そこは。酒は飲みませんからね、ほんと。うわ、めっちゃ敵おる、また。ギス来てやろう。おれ！おら、飲み会もね、正直、めんどくさいでございます。よし。すげえ経験値もらった。これだよね、種マシンガンで3枚抜き、俺がしたいことって。なんもねえぜ。階段マジねえな、これ。え、どこだ？あの右の男かな？うわ、クソダルタニウスじゃん、これ。下の、あの、スペースにワンチャン狙ってみるか。よし。あ、ガーディーじゃん。かわいいね、君。えい。やっつけよう。うおー、貴様ら。じゃ、PP がかなりなくなってきたんだけど、確か、中間地点あったはずだから、このダンジョンって。うわ、もう腹減ってきたの。腹ペコペコリーナじゃん。めっちゃおりますね、敵。階段ない。ほんまないよな。おー、ちょ、打ちすぎ、お前、種。よし。ナイスっすじゃん。オッケー、YouTube の民もこんにちは。うわ、階段もう最後の最後に引くやつじゃん。つらす。さあ、10階です。まだ？今日のラストボスって誰？今日はね、多分、その、サンダー、ファイヤー、フリーザーの3匹を捕まえたらもう終わっちゃうんじゃねえかなっていう気がする。え、確実に仲間になるってわけじゃないんでしょ、確か。え、何？どうやって友達なんの？みんな。あれ？今日、なんで、ごめん、何した今俺。え？え、待って、なんで？え、何？え？え？いや、友達エリアいらんって、攻略サイト書いてたで。え？ちょっと、どういうこと？いや、俺普通に階段降りただけやと思うんやけど。は？え、定時だから帰ったってこと？いや、俺も一瞬目離した隙に終わってたんやで。
え？とりあえずエリア買っとく？エリアはね、買わなあかんのはね、何やったっけな、伝説の孤島ってとこ。伝説の孤島。そんなとこないで、伝説の孤島って。何やんけ？え、ちょっと、いや、本当に、理解できへん。今何やった本当に。え、俺15分無駄にしただけ？南のこと分かったで。サンダー有給取ったの？俺男女間違ってた？ちょっと。依頼はなんか受けてた気がする。そのせい？もしかして。なんかね、依頼で、よいしょ。これ黒いグミが欲しいっていうのが、消そうこれ。よし。これ受けてたから？依頼やってたらボス戦がなくなるか。うわ、そういうことじゃ、依頼受けてたらダメなんだ。そういうことか。うわ、やらかした。ちょっと、ごめん、ピカダラ、もう一回来て。一緒に行こう。ちょ、リスナー、怒ってる？気分が変わった？あれ？やめとくじゃ。先行きたい気分やったけど、まあ、とりあえず連れて行ったろうか。くそー。行くわー。出たー！中腹！はい、さあ、中腹です。来ましたよ。3回ぐらいだったっけ確か。中腹からは。よいしょ。ゴールド先輩が懐かしい。あ、ね。ギエピーさんじゃない。ギエピーさんのね、ニュースリーダッピーはもう、あれは別の漫画だから。よし。定時なんで帰ります。いやもう今日は残業やでみんな。よし。来た来た来た。どういぞ。全然階段ないけど。マジ階段ないやつ。よし。生きるぞ。サンダーは強くなってる？え、サンダー強くなったところで、所詮サンダーでしょ？ね、ピカチュウ返しとけよって。返した方がいいの？ピカチュウも。ピカブラッピー。おー、平井シンシン。やべえな、これ。サンダーレベル、何 ?45? は？勝てるわけないじゃん、そんなの。大丈夫なの？それ。ちょっとグミ食うわ。メガサンダーになってんの？おかしない？え、でも、俺はピカチュウと共にいる。ずっともだからな、俺とピカチュウは。大丈夫だ。ドラゴンボールがある。よし。うわー、階段がねえかなー。とりあえず、あったあった。え、もう次、ボスかな、これ。行きましょう。山頂3階。来たー！ギャー！やってきたな。お前のチームがその後どれぐらい鍛え上げ、どれぐらい強くなったか、その実力、見せてもらうぞ！くそー！やっつけてやるぜ！何？種マシンガン！死ねえ！大丈夫だ、まだ。行くぞ！種マシンガン！弱っ！友達になれへんかったわ。え？初手ソーラービームで終わらせてくれって、オッケー。でもソーラービームして、俺怖いな、ピカチュウが攻撃してやっつけちゃうことやねん、ほんと。まあいいや、やっちゃおうか。ソーラービーム！弾けろ。耐えたな、10万ボルト。
ちゅ。帰るでちゅ。帰るでちゅ。行くでちゅ。そんな仲間になんなかったっけ。いや、今回で仲間できます。皆さん。今、俺の気持ちはサンダーです。今までの2回を得て、サンダーはもうじらされてじらされて、もう我慢できない状態になっております。その状態で、次、戦いは向こうからね、仲間にしてください！何でもしますな？それ、行くぜ。ギャーよし、じゃあとりあえずやっつけちゃいましょう。ソラビーム、つつく、きかん、きかん、とどめじゃー。よし、サンダー仲間だったぜ。イエーイ。これな。やっぱサンダーは強えからな、ほんと。な、これ見習ってな、みんな。今の俺のテクニック。よし。さあ、これでをね、生かして、また次のダンジョンへ行きましょうか。ここでーす。拳で語り合えって分かった。とりあえず進化するな、そうだ。進化するのじゃ。オッケー。進化する。与えない。始めるぞ。でって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 でって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 。きたー！不思議バナバナ！え？やべー。かーっかっこいい！これ。バナバナ。やべえ、超強い。花が咲いたようじゃないよ。何これ。頭にラフレシア乗ってるよって。ラフレシアじゃなりません。ね。ラフレシアよりもすごいもの。はい。じゃあ、これを持って今からまたね、行くか。次は、フリーザちゃんですね。なんで頭に明太子乗っけてんのって。明太子じゃありません。ね。